吉明流とは、宇流砲丸、吉明希望を開祖とする日本の都市武術の流派。吉明流は、英少年間伊賀に逃れし、党の意向より伝えられ、騎馬門同士騎馬流同士八流同士、戸沢白雲祭、と代々伝えられ、後に、これを玉虎流と称された。戸沢白雲祭より十三代目の総玉管理師は、この玉虎流を広く伝えたという。また一説に、 吉明流の演奏は、陽玉虎なりとの説がある。その子孫、長部勝は、天示天皇2年9月、九だらより逃れ、伊賀山中に重した。長武勝の子孫、坂上太郎国主家は玉虎流の開祖となった。その親、坂東小太郎正秀は総玉管理師にそのつてを伝えたとも言う。総玉管理師は、伊賀上野出身の秋元吉明こと後の川内。 森吉官に伝え、吉明は天文年間に河内雨流城の城主であった、雨流方眼、吉明坊に伝授した。永六年間、吉明坊は、己の工夫を加え、一剣立ちをも折る術を編み出し、吉明流と称した。吉明坊は、骨砲術、飛鳥術、熟板投げの達人で武骨一辺等の師であった。元来戦うことを好まず、常に輪を持って、 勲国のために尽くさんとする勤労の死で、武風に、先手なしと今しめ、三方神を尊び不動神を知れと教えた。元来義明流骨法術は、代々一子総伝の不伝の術とされていたが、文久三年八月、石ヶ谷松太郎高影は、十代、武龍義明坊より伊賀においてそのつてを受け、十一代目を継承し、明治年間、高松久次すぐにそのつてを授けた。 高松久次は、吉明流を皇帝の秋元文雄に伝授したが、先に死去したため、改めて佐藤金兵衛に対し、昭和27年6月に改言を授け、昭和38年1月に第13代目宗家を継承させた。吉明流の実技内容は一切公開されたことが、なく、伝書も佐藤金兵衛以外に伝授されたものはなく、交換。 幻の吉明流と言われていた。種村匠等は、平成元年11月吉日、吉明流の術儀及び伝書、巻物のすべてを佐藤金兵衛より伝授され、第14代目宗家を継承した。流儀内容としては、基本型、初伝型、中伝型、奥伝型、免許、開伝型、九字秘法伝、一思想伝の九伝等々がある。 銃と拳と道知英出版、平成3年。ありがとうございます。